こんにちは。ちょっとね、この色パズルで一つ仮説を思いついたからちょっと録画を始めてみました。合ってるかどうかわからないんですけど、今までの見てるとこの色のまっすぐに来た時必ず曲がってるのかなというのがありまして、色に乗っかったら必ず曲がれっていうのがルールであったら、なんか今までの納得はいくんですよね。で、ここが俺最初解いた時はここで曲がってたんですよね。キーキーでこう曲がってこう来てたんで、色があまり関係なく単純に必ず曲がれっていうだけのルールが適用されていたとしたらと思ったんですが、それだとこう来てこれで終わっちゃうんだよな。ないな、ないな。あるな。あるのか、あるのか。解けたぞ。ということはこっからスタートし、これで必ず曲がり、どっちかに曲がる。赤を必ず通れの意味なのかな。赤を必ず通ったらでもゴールできんばい。通らずにこっちで曲がって曲がって曲がる。これだと、あ、ダメだ。必ず赤を通りなさいだったとすると、こう来てこう来て、ここでここでこう曲がっちゃうとゴールに絶対行けないじゃない？なんでこれを解けた？この全部使わなくてもよかった。必ず曲がれ、色が関係ないことある？青はどっちに曲がれとかそういうことかな。黄色は右に曲がる、青は左に曲がる。左、右、右、左、右、あ、黄色で、どっちだっけ？青で左、黄色で右、右、右、左、左、あ、青が左、青は左って覚えといて。だから左、右、右、左だわ。ああ、だからちょっと消すよ。じゃあ赤ってなんだよ。黄色は右曲がるんだよね。黄色は右、青は左、右、赤を通ることでルールが逆転するとすると、青で右、青で右、黄色で左みたいな。あー、わかったよ、わかったよ、よかったよかった、仮説大正解。なんかね、録画を切った直後にここで来て数秒でわかったわ。なんかそんな日もある、そんな日もある。アンダーテールじゃん。全部ピンクにせえ。これなーに？どうすればいい？いらん。基本ルールは、もう一回ね、もう一回ね。基本的には、黄色で右、青で左、黄色で右。なんだけど、
これに惑わされない方でいいんじゃない？でもそれだと、いや惑わされないでいいんじゃないのかな。どうだろう。こう来て、青は左、黄色が右、右で赤に来るので逆転して、ここだから、黄色で左、左、右。あ、納得感があります。これでどう？色がついてるところは完全無視。あ、色がついてるんですね。点滅は無視。あ、いけるよいけるよいけるよ。変な色で止まりやがったな。あ、いや大丈夫、緑色で止まってるからセーフだ。よし、色パズル制覇だよ。色パズル制覇なり。あ、それは分かるか。もうね、単純でしょ。スタート。いやー楽しいな。スタート。青は左、左、黄色が右、まっすぐ行って黄色が右、右で赤でルール逆転するので黄色でこうなるね。黄色で左、黄色で左、黄色で左、青で右、黄色で左、青で右。パーフェクティブじゃないこんなの。パーフェクティブ。面白くなっちゃった、面白くなっちゃった。さてノーヒント、ノーヒント。あそこの、あそこの宝石は気になりますね。緑色の配置が表していませんか。見づれー。見づれーけど、緑からスタートし、真上に青、青ということは左、左に行くと黄色があるのですぐ右、右に行くと青があるので左に行くと、トントンでこの位置に黄色があるので右でしょ。でそうするとトントンでと、トントンでここで黄色に来るので右に行くよね。そうすると赤を通り、赤を通った先でここに青があるけどルールが反転したので青で右に行くやん。どう？こう来て黄色で左に行く。分かんなくなってきたぞ。何今、なんか、なんか、なんだあの紫、なんだあの紫、無視せよ無視せよ、なんだあの紫、無視無視。分かんなくなってきた。なんだあの紫。黄色にいるでしょ。黄色で左になったので左、黄色、端っこの黄色に来て左、ちょっと待って、狂った、あれ狂ってんな、あれ狂ってんな。緑の位置と、緑の一個上に黄色があるはずなのになんか一個ずれてるね。どっかでずれた。真ん中の赤を通って、赤を通っての次だ。ここで2マスだ。ここが2なんだけど、赤を通って1、2ってきて、え、本当？あ、そうだよ、青の下の黄色の間に1個あるので、青、黄色で左に曲がってこの黄色で左に曲がると次上に黄色があるんだけど、ここから何マス先かっていうと、赤の1個下まで行っていい。
ここまで来る、ここに黄色があって、で黄色は左なのでこっちに行くじゃん、と青があるので右に行き、黄色があるので左に行き、青があるので右に行くとゴール。あの青の上が緑だからゴール。これでいいのではないかな。面白いね、本家と同じぐらいにはもう全然面白いな。ちょっと千枚ので一人称でいきますよ。1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、最初が緑だとすると1、2、次黄色ってことは2黄色右と黄色右、あれ終わったな。黄色って連続で来るのがおかしいな。色をつける場所が違うのか。じゃあ灰色ではなくてここかな、ここに色があるのかな、この水色のところが色があるとかですると、黄色ってきてここに来るじゃん。黄色青青青黄色、ここから青黄色、バッチリ。面白い。何、ここかっこいい、かっこいい空間。何のための、なんだここ、開いたけど。かっこいい。かっこいい。いやーすごい。すごい。ビーコン発生おめでとう。降りらんねえわ。色パズルクリア。ということは僕をずあの第1回から悩ませていたあの花パズルがクリアできるということと、あと山の中心の色パズルが多分空いてるんだと思います。ちょっと見てみましょう。そこだ、ここだ、ここほら。でもどっから来てどうやって行くのかわかんない。でもここがゴールなんだね。でもどういうルートでここまで来るのかわかんないや。置いときます。でもここの意味はわかったね。やっぱりビーコン起動によって迷路が見える。楽しくなっちゃった。お花行きましょう。花が溶けたよ。ここ溶いてねえんだよな。ここどこだ。音パズルが起きちゃった。花が溶けたよ。ひどく風に怯えた。誰も見たことのない、見えるはずのない、咲くはずのない花が咲いてたし、そこにやはりそこにあるだよ。あれ歌詞が未だによくわかんない。これよこれ。ってことは青はなんだっけ、青は
青は左だから、左右右ルールが変わって、左左右スタートで上に行って、あとはぐるっとこう S の字みたいにすればいいんだから、俺真逆真逆を書いていたな。なんか運が良かったらまぐれ正解してた可能性があったな。それもそれで怖い、それもそれで怖いが、逆でしたと。ちゃんと意味が分かったから良かったね。上に行って上に行って曲がって曲がって赤で反転して曲がって曲がってゴール。はあ解けてねえんだけど。緑、あ、1個緑の、あ、いや1個緑青トン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 、あれ合ってそうだけどね。なんか最後だな、ここは、ここが 多すぎるのか。多すぎるということ、なんかサイズ感が合ってない気がするんですよね。緑があって緑があって、あ、一マス開けてんだよ。緑の直後に俺曲がってたけど、そうじゃなくてこっちで曲がるんだ。ここからこう伸ばすんだね。だからこっちがいらんくて、こう来てここも、ここはいらんくて、ここからこう、これで決まり、こうだ。ナイス、エイジ、オッケー。ほなね、このレコードを聴きに行きましょう。それで今回の色パズル解明編は終了かな。気持ちがいい。英語でなんか喋ってるからいまいちふわっと理解、しかも字幕が早いからふわふわっと聞いて終わってしまうんだよな。どっち、どっちだ、え、どっちだっけ、こっち。 Nobody is like you。 はい、ということで、なんかこのパズルとかゲーム制作をする上での難易度の難しさとか、難易度の調整の難しさ、なんか中、難しすぎてもいけないし、あまりに説明的すぎてもいけないし、難しいよねみたいな感じのことをなんか言っていたような感じがしました。それって伝えたいこと何も僕聞いてないやんと同じなんですけど、すいません、わかりませんでした。はい、ではではでは、2本解けたよということで、まあ次回は、どっちか解けたところから再開していこうかと思います。お疲れ様でした。